素人です素人です僕は。そうだよね、の前では、ね、完璧素人ですよ。本当に僕はもうお正月は必ず植木さんの映画を見てましたからね。そうですね、僕も中学の頃風切ると言ってました。目黒東宝ですよ。そうですね、私浅草でいつも見てたんですけどね、そうだ、君は浅草だったね。そうなんですよ、小学校の時に。それはもうね、あそこは笑いのメッカみたいなもんだから。そうでございます。新しくできた、まだ浅草にぎやかでしたから、映画館新しくできて、噴水が出るよね映画館で、正月朝から並んで見ましたよ。あれを見て元気でね、学校の自習の時間に各教室となってスーダラ節歌ってたら後ろから先生に張り倒されてでその先生がね、植木さんはね、映画ではふざけてるけど普段きちんとした人なんですよとか言って、それとダメですとか怒られちゃった。おそうかなと思って、もう一回映画館見に行った、ちゃんとしてるかなとそりゃそうだね、あれ見てちゃんとしてるとは想像つかないもん。でもあの植木さん の, あの最近の対談とかいろいろ読ませていただいたら、あれは植木さんと全然違う、全くキャラ違うキャラクターだったっていうふうに聞いたんですけど。あ、昭和20年代はね、昭和20年代は君たちと同じ、かっこよかった。かっこよくはない、いやいや、ジャズでギター弾いてたんだから。あ、そうですよね、タンホインタンホインタンホインタンっていうようなこと言ってたわ。それが、どういうことかどん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 お笑いの方へ入ってっちゃった。それは植木さんの意思とは全く別だったわけですね。うん、あの最初はね、あのフランキー・サガイとシティ・スリカーズって知ってる？知ってます。それはね、アメリカにあのスパイク・ジョンズっていう人がいて、その人の演奏スタイルをそのままコピーしたバンドなんだけど、そこへ呼ばれちゃったわけ。だそれまでギター弾いてたのが弾く暇がなくなっちゃった。バーンってピストル打ったりね、それからプーなんてラッパ鳴らしたり、でマラカス振って前へ出てて、ふんだかふんだかふんだかなんて歌ったりね、なんか忙しいのよ。演奏してる最中に電話がかかってきたりね、そうですね、でまあなんか忙しいの、こんなことやってていいのかなと思ったんだけどもね、そのうちにクレイジーキャットに入ってたわけ。そしたらまあ大人の漫画っていうのが始まりましたね。あれはフジテレビが昭和34年に開局したの、それと同時にスタートしたわけ。そこで毎日こういろんなことやるんだけども、いい加減な男っていうと決まって僕なのよ。あの青島さんがお書きになって、そう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 、毎日生でやってた。だから俺はいい加減な男に見えるのかなっていうような、こう不安感みたいなのがあってね、そんなにいい加減じゃないと思ってたのに映るといい加減に見えるのかなっていうような気持ちになってたとこへ、あのいい加減な男が歌ってぴったりの歌がスーダラ節だっていうことになって、で34年から大人の漫画やってて、36年にスーダラ節を歌ったわけ。だからちょっとなんとなく二の線でね、ちょっとこう来てたのよね、これがもうがっつり三の線になってね、そこで考えたね、ああこれはやりたいことっていうのはあのやれるうちにやっといた方がいいなと、いつそのやらなきゃなんないっていうのにぶつかるか分かんないから、そうなったらやりたいこととかなんとかって言ってる暇はないから、やらなきゃなんないことばっしっかりどんとこどんとこ行くから、やりたいことやれるうちはもうどんどんやった方がいいってその時の思った。なるほどね、じゃあその、無責任男とかっていうのは植木さんがやりたくてやってるんじゃなくて、なんかやらされてるって感じが、あの無責任男っていうのはね、あのスーダラ節を歌った男を呼んでこいっていうわけで、これで東方行ったら君を主役に映画を撮るでなんていう映画ですかっつったら日本無責任時代っていうんだって、なんか難しそうだなっていうような感じはしたけども、まあ一つ頑張ってくれって言われて、はいよろしくって言ったんだけども、監督がもう生半可なあの考えじゃ追いついていかれない監督、古沢君、そうそう、古沢健吾さん、君ここはね、君が初めてこの映画で登場するとこだから
いいね。はい。で、そこのバーのカウンターのセットが組んであるから、そこで向こう向いて飲んでる。で、振り返って笑う。あ、振り返って笑うんだよ。そうだよ。いいね。用意スタート。カチンで振り返って笑う。あ、そうですか。用意スタート。カチン。バカ。なんていう笑いをするんだ。ここは主役登場っていう場面なんだから、もっとパンチのあるのやれないか。パンチのいろんなことシュッシュッシュッなんつったりね、いろんなことやってるんだけど、ちっとも OK にならない。監督が OK にならないですね。それでもう2時間ぐらい経ってからね、誰だよこんな下手な役者呼んできちゃったのはつってんの。それでもうフィルムはもったいない、これが最後だ、もう誰だったら明日だってか、ちょっと待ってください、明日も来て笑うんですか。明日も来て笑う。当たり前じゃないよ。OK になるまで何回でもやる。こういうわけ。あえてこっちもやけくそになってきたからね。行くぞってか、はい分かってます。用意スタート。カチン。カーッと飲んでグラスをそこへ置いて、パッと振り返って。オッケー、これやれよ、やれるんじゃないかって、ね、こんなのがオッケーって言うんだ、これは先は思いやがるかと思ったら案の定だったね。そうですか、うん、その勢いでそれで他の監督と仕事していくんじゃない、嫌味言うのだから、他の監督と仕事してくるともう悪い癖がついてもう使えないわ、こういうこと言うんだよ。おお、うん、厳しいですね。というのはね、具体的に言うとこのリアクションとかね、思い入れとかっていう、こういうもの全部カット。あ、これだからなんだかこんな人見たことないなっていう風な人間になっちゃうんだよ。そうか、ね、それが僕らは気持ちよかったんだ。確かにそうだったよね。今までの日本映画の思い入れとかそういうのが、まあ、一切ない、うん、そうそうそう、ストーンってそこから切られて出てきたような、うん、それに追い打ちかけられるようなこと言った、うん、君はね根本から勘違いしてるっていうの、うん、はい、君が演じてる人間は異常なんだよっていうか。ね、普通の人じゃないんだよ。もうこう言われちゃったね、もう監督に言われる通りやる以外逆らったって無駄だと、時間のがもったいないって言うんで、これではい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 ってやって出来上がったのがこのいわゆる称号ってやつを撮影所の試写室で見たの、はい、たらうわあっけに捉えて、ただ見てね、見終わったらカクッと疲れてね、なんだいこれは、こんな男は俺も今まで一度も見たことねえなと思ったね。本当に。そうか。それをさ、10本も20本ずっとぶっ通しでやられてごらん。これはもうね、大きなこのベルトコンベアへね、ポーンと乗せられてね、スーッと行くような、そういう感じ。ああ、うん、なるほどね。で前乗れるとか乗れないとかそういうこと関係ないの。それでおい用意スタートでバーッと走ってくるの。それ見物人みたいに、はあ気持ちよさそうに走ってんなと、はい次本番だから植木さん乗って、こうだよ。うん、乗れるとか乗れないとか乗ったことあるかとかのそういうこと関係なし、はい、すぐ乗ってだよ。じゃあ監督自身が無責任だったんですね。あの映画そうだ。いやところはね、これあの用意スタートはかかったはいいけどもね、いつまでもカットがかからないなと思ったらね、車の上で僕が運転してて浜宮さん隣にいてこう喋りながら車がファーって行く、それで用意スタートはかかって、でずーっと撮影はまあ続いてるわ、カットがかからないの、おかしいなと思ったスタートでグンと出た時に落っこっちゃって監督は乗ってないよ。そういう人だ。あー面白い人だ、すごい人だ、うん、すごい人だ、車のこともよくわかんないの。植木さんあのねワルの車はねここをね150キロで通過するからね、で後から来てねそれをスッと抜く、
ちょっと待ってください。150キロでね走ってる車をスッと抜くってのはどういう車なんですかって。こうしたら一回テストやったら、どうして追い越せないの、もう踏むだけ踏んでんだけどこっちも150キロしか出ないのね。ほんで向こうはジャガーかなんか乗ってこっちはシボレーだかビッグだか乗ってんの、追いつきゃしないの。何やってるのって怒られてね、いや何やってるってもうあれで精一杯ですよって言ったら、撮影用だからっつってそガタガタの車返してくれたのかっつって、そこでどうなってるの、いや何にも分かんない人。はあ、ね、イメージがあるんだね。なるほどね、この絵なんだみたいな。はあ、なんかすごいね。だからもうね、できませんなんてことはね絶対言えないの。はあ、うん、だって第三景品が出来上がって、まだあの交通が許可されてないうちにそこを撮影で借りたわけ、で向こうから僕が車の上へ立って向こうから走ってくるよね。これでここで飛び降りるっていう所定の位置があるじゃない、とカメラを僕は飛び越していくわけ、その向こうに布団一枚敷いてあるんだけどね。どうしてもね真ん中へ降りたいっていう気持ちがあるわけ、ありますわね。ところが車走ってるからパーッと飛び降りるときは真ん中行きそうなんだけども、着地した時は布団からはみ出してんのね、不器用だな君は、もう本当にしょうがないねだってそういうこと言われながらやったの。ああ、僕らはねただゲラゲラ笑って楽しみましたけど、いろいろも楽しみましたけど、やっぱり大変なんだね。それでちょっと苦行に近いものがありますね。それはもう大変よ、古沢道場へ、まあ入門したっていう感じよ。はあ、ひどいもんだね。増刊号、植木等さんをお迎えした新春一発目の小崎増刊号、話が面白いし曲も楽しいですね。いいですね。今日は勉強にもなるし楽しいという1時間です。はい、さあ、植木さんにですね、おはがきが随分来てます。そうです。植木等先生へのお便りがあった中野区の吉村和久君18歳、はい、私の心の師であり人生の先輩でありプロボクサーである植木等先生何なの、ま、いやプロボクサーって、つまりこう戦う男という意味でしょう。意味なくギャグを書いてくるんです。ああ、なるほど、じゃあ大変失礼ながら植木先生にお願いがあるのです、どうぞ怖いもの知らずの素人のたわごとを思って、と思ってお許しくださいませ、お願い1、お呼び出ない、これまた失礼いたしましたをやってくださいやってくださいってダイレクトなやつだね、今和久君が言ってるんですけど、ちょっと、一つお願いできるようになですね、それじゃあその起源からいこうか。あ、いいですね。どういうきっかけでそれができたか、お呼び出ない、これは当時僕の付き人だったのは小松正夫、はい、小松彼は、あ、お願いしますともう出とちってますってこう言うから、バーッと急いで行って飛び込んだら前のがまだ終わってなかった。今度がそれで生放送ですもんね。生放送、VTR だったら撮り直すところ、そうですね、飛び込んじゃった。飛び込まれた方もあ、何しに来たんだろうっていう感じよねどうしていいのかね。僕も飛び込んだはいいけども、こら様子がおかしいなね、どうも変だな。それで呼んだっつったらいいえっていうわけ。呼ばない呼びませんそのままずっと静かにずらかなと思ったけども、どうも引っ込みがつかないんです、これはまた失礼いたしましたってこう言っただけの話でね、たらあれ面白いから毎週やろう毎週やろう。あ、なるほど、こういうことになっちゃったんだけどね。これはなかなかね、まあ印象に残ってんではね、あのロシア民謡なんていうのね、えいこーらーって、はい、こうみんなが歌ってるわね、はい、そこに僕が入ってくるわけ、
ええー、こらーっと、お父ちゃんのためならって僕が言うと、ええー、こらーっと。で、もう一つおまけでと、ええー、やこらーって、みんな変わるわけ。変わっても、僕は泰然として、お母ちゃんのためならってやってるわけ。で、周りは、この野郎何しに来たっていうような顔して、怒った顔で僕を見てる。ん？あれ？お呼びでない？お呼びでないね。これまた失礼いたしました。ああ、最高。これは、あ、僕覚えてるわそれ。僕も。ああ、ああ、植木さんがね、タイのキックボクサーになってて、あの。もう痛いの踊りをピューってね踊りまくってお呼びで泣いた時泣いちゃいましたね。あと社交ダンスをしてるとこに柔道着で出てきて腰が違う腰がってやるのもあります。あとあの遮断機閉まってるとリンボーダンサーで植木さんが出てきておいあの植木さんがねお呼びでないって言ってる時にね後ろの人がね我慢してんですね笑いを、うん、あれがもう何とも言えずにね、あれが好きだったですね。いつ植木さんが出てくるかもう楽しみ、毎週楽しみだったね。いつだろうね。鶴田浩二さんで文句言われたことある。なんて言われたんですか。時代が違うじゃないかって言ってでバーのセットがあってね、うん、ピーナッツがお姉さんでね、そこの店にいてそこに車に構えて鶴田浩二さんがね渋い顔してこう飲んでるの、うん、すごい大国の主の御事の格好した僕が入ってくるのよ。それで何かあって何があったか知らないけども鶴田さんとの絡みがあってここで僕がお呼びでないっていうのをやったわけ。そしたら時代が違うじゃないか、どうして現代劇にねああいうのが出てくるんだって怒られちゃったね。怒られちゃった。で終わってから謝ったことあるけど植木さんが、うん、申し訳ない。そうだね。とにかくね難しい人でね。シャボン玉でででででででってやっててね、もうっつったらね、全員でハラ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 って、ありましたね、言ってくれっつったらね、理由は？ハラ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 理由は何なんだって。これも困っちゃったね。そうだよね、うん、まあ、役者さんはなんかそこに思い入れがすごい、やっぱ思い入れとかなんかないとダメなんですよね、うん、あれわけがわからないっていうことは、うん、僕らはナンセンスが好きなんだけど、それでね僕はもうすっかり鶴田さんにはこの具合悪い状態になっちゃったんだと思ってたの、うん、で植木仁師匠っていうのを TBS でやってた時に、はい、ゲストに声かけたらね来てね、気持ちよくやってくれたのはいいんだけど、2月ぐらい経ってからまた電話かかってきて、おいもう一回出させろだから2回出たのは鶴田さん1人、あとの方は1回しか出なかったね、鶴田さんだけ2回出ちゃった。楽しくなっちゃったのかしら、ね、もう少しずつ分かってきたの。はい、今高笑いなさいましたけどね、お願い2があるんですよ、平仁志と日の本はじめの笑い方は違いがあるんですか。あるのであれば違いをやってくださいってまた簡単に言ってますけどね、しかもあるんですかこれ。最初がね平仁志ね、はい、これ2番目、日の本はじめ、日の本はじめね、明らかに違うだろ。もう最高のお正月だな。おかしい。いや、日の本の方がちょっとやっぱ長かったですね。息が長い、ね。ちょっと長い感じがします。藤岡慎吾君、群馬県。小高さん、関根さん、そして東京9番ボーイズの皆さん、明けましておめでとうございます。あ、これまた意味ないんです。意味だけじゃない。みんなこれなんか変えてくるんです、ね。なるほど。正月だからって餅を喉に突っかえるのよ。はははというわけで、今年は羊年ですが。私が某情報機関から聞き出したところによりますと、今年あの無責任男をまた映画でやるそうですね。一体どんな感じになるんでしょう。
それから小坂井さん、関根さんをもしこの映画に出そうとするならば、どんな役がぴったりだと思いますか。どんな役でも結構です、この二人なら喜んでやってくれるでしょうということで、まあね、もし願ったりかなったり、ね、この情報、そのことについて この際はっきり言っとこう、はい、これでね、これ何分番組、この番組1時間ですよ。1時間じゃちょっと喋りきれないんで今日はやめとくわということでね、楽しみにしといてちょうだいね。某情報機関と付き合いがねがまた来るでしょ、情報が。1時間、これ今度から何かで使わせてもらうね。インタビューとかされたらね、これ時間あと何分ですか。その話はね、できないから。またですよ。ただ笑えないからな。そうなんだ、植木さんのようにな。たくさん来たけどね、まだ大丈夫かな。まだ大丈夫、はい。こちら、あ、レンジャー虫くんだね、いつも、はい、横浜市。本日はみんな、今日は言葉とかも違うよね。本日は当番組にお越しいただき誠にありがとうございます。植木さんに質問がありますので、ぜひお答えくださるようお願い申し上げ、立て祭り候ちょっと過剰ですか、クエスチョン1、植木さんは数々のヒットソングをお歌いになっておられますが、思い出に残っている曲やエピソードが何かございましたら教えてください。なるほど、ええ、うん、これはあるね。あ、うん、ええ、やっぱり思い出に残る歌というと、はい、それまで、はあ、うん、これをね、スーダラ節を歌った後ね、まあ最初に話したように、やりたいことっていうのとやらなきゃならないことっていうのはこれは別だなと、うん、それの折衷案はないものかと思って、作曲の萩原さんに頼んだのが、はい、それまで。あ、最初はこうスローガードみたいに入って、うん、これはもうけんけんごうごうでね、あなただけがって言うと、お、これはすごいって言うんで、ずっと行くかと思ったら、ってなことを言われてとこう変わった時に、ええ、うん、植木は迷いがない、これは心配ない、大丈夫だと思った人と、せっかくいい気分で歌い始めたのに、どうして途中で崩すのっていうのと、二派に分かれた、賛否両論なんじゃない、うん、これが一番あの印象に残る歌、はい、それと同時にその初めて紅白で歌った歌。ああ、そうですか、はい、それまで、ね、うん、よく真似したよね、うん、すごいよね。僕らはですね、あのってなこと言われてて入って、あの安心した部類の方ですね。そうそう、本人だって安心したよ、もう真似したのかって、ね、さあ2問目は、ご趣味は何でしょうという非常に高速質問が、そうね、食い物では干物ね、干物、うん、体を動かすんではゴルフ、ゴルフ、この2つ以外はないですね。干物、うん、なんか凝ってらっしゃるんですか、干物も、あのいい干物になると、いやいや、煮干しでもいいぐらいだから、あ、これはもうそのおかげでね、これ僕の歯の音ね、ものすごい丈夫、あ、カルシウム、やっぱり子供の時から干物食わなきゃ、ね、頭から骨も残さず、バリバリ食ってカルシウム取って、うん、カルシウム高笑いとカルシウムはイライラのね、そう、イライラ元にもある、うん、あ、そう、なんか書いてありました。それで俺はイライラしないのかな。そうみたいですよ、最近の子はあのそういうお骨のあるものを食べないから、うん、あのなんか、ね、イライラしてるらしいです、ね、はは、なんか読みましたけどね。パン、あ、パンじゃない、パン、今日のパンツの色は何色ですかという、今日はだね、ちょっと待てよすいません、本当にこんなことさ、神様にパンツの色を、これ何色だこれ何、ブルー、これはグレーみたいな、そうですね、そうですね、ブルーですね、ブルーの、なんか色のいい、高そうな、品のあるブルー、品のあるパンツだよ、トランクス、トランクスですね。最後の問題です、小腸と大腸、うん、ございますね、うん、どっちが好きですか小腸と大腸ね、これがどっち、言葉の響きだけでいい、大腸だね大ってつく方がいいよ ね、 いいね、いやということでいろんな励みしましたけどもね、植木さんは、私くだらない質問が来るんだね毎週やってるんです、毎週これを毎週これをやってるんじゃ、君らも苦労すんねありがたきお言葉、ありがたいこと、やり続けてと思ってるんです、ね、
昨年ね、末にいきなりすだら伝説、これが素晴らしかった CD を出しました、そして元旦に発売になったばかりの21世紀音頭という歌、これは南春夫、そうそうそう、作曲ということです、はあ、ねえ、もうすごい日本のトップ、不思議なご縁というかね、もうどう説明していいかまあやっぱり音頭といえば、東京オリンピックから始まって、やっぱりここっていう時に音頭のあの広まで眺めたっていうような調子でね、これはもう南さん以外には考えられないってことで、21世紀音頭となれば、やっぱり南春夫さんと、なるほど、ちょうど20世紀まであと10年ということでございます、その時に出たということで、そうですね、20世紀になった途端またこれがバーンとすごいです、代表として出ると、ということでね、お名残惜しいんでございます、ここでこの二次席音頭、聞く前に、今年の抱負などを、さん抱負っていうのは別にないね、あそうですか、風の吹くままね、それ逆らわず、肩に力を入れずね、ほんだらっと生きるっていうかもういいね、それでもう僕ら後輩がもうね、目指したいことでございますね、肩に力入ってダメだ、そうなんだねどっかで入れるんだけど、せこしたまだ、そうスケベ根性があるからね、いけないんだよ、ゴルフも一緒ね、そう一発いいのが出るとね、次もって言ってダブったりね、そうあのスケベ根性がいけないね、ほんだらっと生きる、そうほんだらショットですよね、我々もじゃあ小崎もほんだらと今年はいうことで、今日本当にありがとうございました、お邪魔しました、21世紀音頭を聞きながら植木等先生とはお別れでございます、ありがとうございました、わーわー、明けて万国夜直し祭り、どんとばいろはてはて花火、未来ごよみの新発売、100万金貨もキンキラキン、はロッキロッキやよいしき、で本日開店、それ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 21世紀親父見てくれ、時代の夜明け、育ちの笑顔が憎い、山も田んぼも超電動、住宅ローンもロングラン、はい、明日は国境の錦鯉、どじょこも船子も21世紀、汗も今は昔の戦一や、握手と拍手でシャンシャンシャン、回る地球に恩にはない、東西南北21世紀増刊号。